今すぐネットで上田金物で検索す。マキタから新発売されました待望の 18V、 4mm のですね、JSS ケーブルが受ける充電式タッカー、こちらのご紹介をいたします。ボードの二重張り、断熱材の、ね、下地張り等ですね、さまざまな用途でですね、活躍してくれる 18V のタッカーが登場してまいりました。速射性の方ですね、14.4V 機と比較いたしますと約 30% 向上し、こちらのですね、打撃の際にこう押し付けていただくこちらの部分、押し付け幅 6.5mm のですね、ショートストロークで、素早くですね、打ち込んでいただくことができます。かつですね、低ハンド機構採用によりまして、打ち込みでのですね、ハンドやブレをですね、制限するようになっております。そして、1充電あたりの作業量はですね、6アンペア仕様で約4800本、おおよそですね、ステープル1箱分打ち込みが可能となる作業量となっております。そしてこちらの方ではですね、打ち込み深さのですね、調整ダイヤルがついておりまして、5段階のですね、調整が可能となります。またですね、空打ち防止機構の方もですね、ついております。それでは早速ですね、実践の方やってみたいと思います。それではボードのですね、二重張りの方ですね、やってみたいと思います。いきますね。一番深くですね、今打ち込める状況になっておりまして、単発でですね、今打っています。反動もですね、非常に少なく軽快にですね、打ち込んでくれているかと思います。そしてですね、引きずり打ちということもですね、可能となっておりまして、コンタクトアームをですね、押し付けていただいた状態でこのようにですね、連続でですね、使っていたことがもできます。そしてさらにですね、振り打ちということもできましてですね、スイッチをですね、引っ張っていただいた状態でコンタクトアームを材料に当てていただきますと、このようにですね、連続で、打っていただくこともできます。木材に対してもですね、同じように打ち込んでみたいと思います。単発打ちですね、そして引きずり打ちの方ですね、やってみたいと思います。そしてですね、振り打ちの方ですね、やってみたいと思います。まあですね、一番深い深さ調整ですね、やってますけれども、しっかりですね、打ち込んでくれているのがお分かりいただけるかと思います。そして標準付属ではですね、ノーズアダプターの方もついておりまして、材料をですね、切り付けたくないという時にはですね、装着していただいて使っていただければ良いかと思います。以上、よろしくお願いします。上田金物